ザリナトリ。はい、どうもこんばんは。こんばんは。リオト君、今日はなんとすっごい高級食材をもらいました。何？キャビア食べたことある？ない。フォアグラ、トリュフ、キャビア、この3つが世界最大珍味と言われてて高級食材です。それをいただきました。じゃかじゃん、こんな木箱に入っております。このキャビアはドイツ産のキャビアで、長期熟成した高級キャビアです。早速開けてみたいと思います。せーの。ちっちゃ、おーちっちゃ。どんぐらい？これが2缶入ってました。 N25 キャビアジャパン、日本で一番美味しいキャビアだと、親子で食べてくださいと友達がくれました。こんなんです。スプーンもついてます。お、スプーンすごいな。うわ、高級な、こういう、え、残そう、捨てるのもったいない。そうやね、こんなスプーンがついてます。開けて、先開けて。じゃあ先開けていいよ、リオト。キャビアを見たことないよね。どうぞ開けてください。バーンとこぼさんといて、うん、残そう。まあ開ける。おい、よっしゃ、来た。来ました。はい、リオト君開けてください。せーの。じゃがじゃん！これがキャビアでーす。え、見たことない。お、すげー。あ、いいキャビアだわ、これは。あ、塩分少なめのキャビアです。はい、ちょっと匂いを嗅いでみてください。どうですか？上上げるな。え、あまり匂いしい。あ、全然匂いがします。全く匂いがない。あ、このキャビアすごいわ。ちょっとママも食べていい？これめちゃめちゃいいキャビアだわ。じゃあまずどれからかっけ？そのまま食べてみよう。はい、ではこれぐらい取って食べてみたいと思います。これがキャビアだ、リオと食せ。チーズみたい、やわらか。このキャビアなんかの卵、おいしそう。そうそう、チョウザメの卵。うん、美味しい。すごいね、程よい塩分でバックバックいける。やばいな、これは。待ってるよと。では何が合うか。まずキャビアって言ったらサーモンの上に乗せたり、こういうクリームチーズクラッカーの上に乗せたりするので、まずはオーソドックスな食べ方からいただきましょう。こんぐらい、こんぐらい、そう、それを、うん、そう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 、これぐらい乗せて、こんな感じで乗せました。はい、じゃあリオと、おいしそう、食べ、いただきます。めちゃくちゃ美味しい。うん、これはマッチして当然。ご飯食べていい？うん、いいよ。美味しい。では続いて、クラッカーの上にクリームチーズを乗せたものを用意しました。これにキャビアを乗せて、もういいよ、そうで、うん、いっぱい乗せ、いっぱい乗せ、そのチビチビ2つあるし。そうや、チビチビ。でも見せてカメラに。乗せました、たっぷり乗せました。いただきます。最高。イエー。キャビアとご飯は、お肉、お肉の上にキャビア、たっぷり乗せていいよ。牛肉の上にキャビアを乗せてみました。うわー、これは美味しそうだ。どうぞ、いただきます。うん、うん、じゃあご飯進む。うん、海の幸の味とお肉の味が、あ、美味しい、これ。うん、これいいね。しかもこのキャビアがすっごい上品な味やから、もう全然ぶつからない、添えるぐらい、添える感じ。どう、キャビア食べてみて。めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しい。好き？でもなかなか食べられへんから今日味わっといてね。分かった。うん、では次、やっぱりライスでしょう。ライスの上に乗せてみましょう。炊きたてのご飯を用意しました。たっぷり乗せ、もっと、あ、でもなくなっちゃうか。いいよ、たっぷり乗せちゃう。はい、たっぷり乗せました。
リオト。せーの。うん。うん。ん？おにぎりみたい。うん。おにぎり、おにぎりみたい。うん。おにぎりの中にキャビア。キャビアおにぎり。おいしい。うわあ。塩がちょうどいい。ね、このキャビア全然しょっぱくない。キャビアって海の香りを楽しむもんやんか。で、たまにトゥーマッチなのあるやん。ちょうどいい。もうほんのり。わん。上品だわ。じゃあ次。ドイツの味する？ドイツの味知らん。食べたことない。そうか。続いて、うん、豆腐でいってみよう。豆腐の上に乗せて食べたいと思います。豆腐。はい、よっしゃ。よっしゃ。あんた遠慮気味やな。いいよ、もっとパッと乗せんしゃい。がっつりいきんしゃい。でもそれやったらさ、足りんくなる。うん、そっか、考え、わかった。こんな風にドバッと乗せました。でもリオトに注意されました。うん、うん、これはどう？あんまり変われない。なあ、豆腐の味にめっちゃ負けてるな。これはダメだ。豆腐に負けてキャビアおらん。今のもったいないな、今のいっぱい、うん、せっかくのキャビアな。はい、次は卵。卵いく。卵、卵に卵。さあ、お前の卵に卵。卵に卵を乗せてみます。さっきみたいに味がしないかもしれないから、ちょっと待って、卵もう半分にしよう。もったいない。なんかキャビアを楽しみたい。味が負けたらもったいなくない？めっちゃ乗せちゃってわかるよ、さっき大盤振る舞いで。だから言ったの。じゃあ1個で全部いく。じゃあ先。はい、どうぞ。うん、どう？負けてる。負けてる？卵？分かった、やめとこう。じゃあ、うん、引き上げよっか。このママの1回は引き上げるわ。これは半分、半分食べたら。じゃあそのまま食べる1回。おいしい。え、食べた？ママのキャビア。あれ？なくなってる。食べたよな。残したかと思った。そうそう、いいよいいよ。上手だ。上手だよ。うん。あ、おいしい。なんなんこのキャビア。やば。で、次はメロン。これ最後かな。メロン。メロンの上に乗せてみたいと思います。メロン。はい。メロン。はい。メロン。はい。はい、だけばっかり。いや、でもメロン美味しそう。マジ？あ、やばい、こぼしちゃう。っていうか、熟してない方を食べた方がちゃんとキャビアとメロン感が出るんじゃ。こんな風にメロンの上にキャビアを乗せてみました。負けてる。メロンに、メロンに負けてる。メロンに、メロンの味しかせえへん。うん、ちょっとだけあるけど、キャビアの味が少し。うん、お前お前、もったいない、もったいない。うん、キャビアがおらん。だから言ったやん、キャビアが見つからへん。やばい。だからさっき言ったやん。ああ、これ上品なキャビアやから、もうすぐスンっていなくなっちゃうね。キャビアだけ食べよう。もうキャビアか白ご飯、結構良かったね。うん、白ご飯が一番良くない？どれが良かった？ありおと。白ご飯とステーキかな。ああ、そうやな。じゃあ、白ご飯とステーキとキャビアで、最後はもう好きなだけ食べましょう。いただきます。いやー、美味しい。美味しい。うん、私白ご飯が一番好きかも。そして牛肉。うん、牛肉。うん、マジ。うん、最高。最高。うん、うん、美味しいね。うん、うん、ご飯にのせる？どれにのせる？うん、美味しい。うわ、一貫なくなった。完食です。キャビアご飯どうぞ。どうですか、お味は？
キャビアどうですか？好きですか？トースト。ママ結構キャビアこれまで食べてきたけど、このキャビアは相当美味しい。キャビア食べたことあるけど、ちょっとあの味、ちょっと生臭い感じ苦手っていう方、一変します。お腹いっぱいになっちゃった。ね、お腹いっぱい、幸せ、お肉。はい、どうぞ。長期熟成キャビア。最高。みんなもぜひよければ。贈り物にいかがでしょう。食べるんだったら、このキャビア。そうやね。ということで、今日の晩ご飯は、キャビア尽くしでした。どうでした？すごく美味しかった、もうマジで。好きになった？大好き。今日キャビア食べたいとか言って、しょっちゅう言われてもママ変われへん。たまにのご褒美で、これからキャビアを食べたいと思います。じゃあ、最後に、高評価、もしよければお願いします。あと、チャンネル登録マジでして。ほんまにお願い、チャンネル登録。チャンネル登録、ポチ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 。OK、リオとそれを英語でお願いします。Make sure to like and subscribe. Guys, thanks for watching. And just spam the like button. Don't dislike, just like. Like, press the like button. Like. And subscribe with the notifications on with the bell mark going ding 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 ding最後に手を合わせてください。はい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでしたけど、お肉1個ないよ。食べたい。